あの方々は金閣様と銀閣様だ。うん、間違いない。第四部隊には親父、第一部隊には金閣銀閣。しかしだるい第一部隊に強敵が集中しすぎてるぞ。地図を。まずは各部隊の確認から行いましょう。大軍に江戸天聖の部隊。全部隊に連絡完了。一ついいか、木の葉の奈良の者。大目土影はただの忍びではない。血系限界のさらに上、血系淘汰と呼ばれる忍びだ。陣頭をわしに教えてくれたかつての使者ぜ。言ってくれるか。仕方あるまい。先ほどの作戦は見事じゃが、逆もまたしかりじゃ。戦闘連隊を一つにまとめたか。二代目火影の使者を操る術。さっきお前を殺そうと思ったが体が言うこと聞かない。ガーラか。なんで俺がこの海沿いを任されたか教えてやるか。バリケードを突破させるな。行け。そうか、大きくなったな長座。兄さん、すまない。かつて宗家を恨んだ罰がこれだよ。これが分家の私に課せられた運命か。本家として宗家の血を守るのではない。ただ仲間として守り合う。狩りですら陣形を分かっておるわい。若くたくましい者が先頭に立たねばならんのも、また事実じゃが。いて、止まったのか。うん、千代婆様。おい、増援に来たなら早くこっから出してくれ。お前ら暁、そして五大国の忍びもわしの敵でしかない。千代は一人でも厄介だが、他のやつもヤバそうじゃ。いいか、俺の合図で下がるぞ。了解。作戦内容は隊長へ。悪いが俺たちは部隊の半分を連れて第一部隊へと合流することになった。血系淘汰だと？それは本当か？つぞや捨てた己をここで拾う。ぶっ倒した二代目火影の術にこの俺たちがかかってるなんてな。お二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。俺のランタンで一気にね。だるいっすけど。落ち着け雷影、お前は総大将だぞ。奴らは雲隠れの歴史において最悪の大罪人だ。なんだこの二人は。九尾のチャクラを帯びているぞ。昔一度雲隠れが九尾を捕まえようとしたことがあったそうだ。それ以後二人は九尾のチャクラを宿してしまった。なんせ二週間も九尾の腹の中にいたんだからな。キュービのチャクラを宿した化け物のような輩以外にはな。そんな奴を相手にせればならん。部下たちを思えばこそだ。大先輩への口の聞き方が気に入らないな。寒いさ、熱い。熱い人だけで俺の熱い攻撃をかわせると思ったか。熱い、寒いさ、大丈夫か。よそ見してんじゃねえぞガキが。絞り出せ黄金獣。呪え、死生剣。
貴様今度はこっちの番だ。話は最後まで聞きなって言ったでしょ。言われて今まで一番多く口にした言葉。一番多く口にした言葉がタブーだと。 NG ワードでゲームしてんじゃねえんだぞ。イノマキ、あ、熱い。昔からこういう沈黙は金とな。すみません、寒いさ。レイザーサーカス。おいおい、まずはこっちだな。録音しろ、ベニー様。俺の NG ワード。一定時間黙っていても吸い込まれてしまう。違うか。よく気づいたな。俺はボスの右腕だ。類似品じゃねえ。なんだ、だるいとは言ってない。すみません、ボス。右腕と自負していたはずなのに。なんで。俺は意外と謙虚なやつだったってことか。悪くねえ。呪え、抜け。チャクラ取られんだ。こっちがくたばりそうだぜ。寒いさん、暑い、あんたたちのおかげだ。よくも、よくも。おいおいおい、これじゃまるで、まるで九尾の人中力じゃないか。貴様、よくも金閣。金閣がなるのは久しぶりに見るな。人中力なのか。まだうちはまだだが、キュービーを手なずけるずっと前に出てきたって。あれがケツからか。増援はまだか。ダルイ第一部隊の戦況はどうなってる。金閣がそうなっては手がつけられなくなるぞ。ダルイ隊長、本部から連絡です。悪の情兵が送られるようです。そいつで俺を封印しようというのか。すみませんね、捕まるわけにはいかないんでね。水道管。子供が。ダブルクロパンサー。みんなやられちゃった。すまない、みんな。資格、この術は長くは持たないぞ。本部の資格だ、聞いてくれ。待ってたっすよ。行こう、上がるぜ。ヒゲ、シカマル、ショウジ、イノ。二代目ホカゲをやっちまったその金閣とかいうバゲモンを俺たちでやろってんだな。何としても持ちこたえるんだ。あ、遅くなってごめん。あいつが一斉援護だ。フライを投げ出せねえ。ザ・子供が肉弾戦車。影真似が弾かれた。ナイスタイミングだ、イノ。イノ、よくやったぞ、長次。第6から第10分隊は負傷者を後続へ。言霊ってのを絞り出す縄も金閣と一緒に封印しちまったな。久しぶりだな、イノシカ町のガキども。飛車もなく金銀取られて防戦一方とはな。タルトと言わすな。
振り切れない。単語本部に。侍は中立か。それは昔を知らぬから言えるのだ。ここにわしら侍が加わらずしてどうするのだ。急げ、侍の戦とくと見せてやろう。出せっつってんだろうが。うん、暁だかオロチマルだか知らんが、わしをよみがえらせたことを後悔させてやる。なんだ。毒には耐性があるはずなのに体がしびれてきやがった。くそ。半蔵殿とお見受けする。俺たちはマスクをつけている。これは毒も通さない対忍び用になっててな。お前が御船か。彼らが忠を尽くす者は遥か昔より同じ。ただ一つ、和に忠を尽くし己の信念のもと動く。ジオバ、死んだふりではないぞ。分かってるな、カンクロ。ならば半蔵殿は。わしがもともと誰を相手に戦っていたか知っておろう。あたい、かつてわしも和を目指し五大国をまとめ忍びの世界を一つにしようとしたこともあった。侍が忍びへと鞍替えし、流派も忍びへと流れた。このわしのようにの。それは違う。生死の問題ではない。きれいさっぱり。わしがお前ら侍を消して。死に様も覚えておらぬのか。断蔵と手を組み俺たちを裏切り、ただひたすら己の保身を図る今のあんたはクズ。毒を食らい死ね。お前のざれ言はもういい。歯に一切の汚れがない。立ち筋が早すぎるのか。鎌倉では残らぬ。人は刀そのものだ。三将魚の毒だ。もちろん鎌にも塗りつけてある。俺の里では猛毒を持つ黒三将魚が一匹いた。俺は呼吸だけで周りの人間に毒をかけることができる。確かめるはずの貴殿が本当に信念を捨ててしまったのか。地味のわしを止める方法ならある。お前は下がってその隙を狙いわしを封印しろ。この辺りで様子を見る。半蔵殿、イフネ、貴様にわしの信念を託す。僕の札の命令に反発してる。自害、封印。は、封印されたか。御船様、半蔵殿の墓はないと聞く。どこかふさわしい場所を見つけてあげねばな。久しぶりだな、猪鹿町のガキども。お前がここにいるということは被弾は止めたのだな。加藤か、綱で姫の相方、サルトビアスマ。アスマ先生、皮肉だな。早く俺を結界の中へ閉じ込めろ。そう簡単にはいきませんよ。